この度は新な列車をご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日は京都烏丸にあるとても人気のスペシャルティーコーヒー専門店をご紹介いたします。到着までしばらくお待ちください。こんにちは、しんちゃんです。ただいま烏丸駅にいます。1軒目のご紹介はカフェをご紹介したいと思います。26番出口から出ていただいてすぐのお店になります。こちらが地図です。到着しました。歩いていると突然現れます。3階にお店があるみたいですね。では実際に上がっていきたいと思います。こちらエレベーターはありませんので頑張って階段で上がってください。よいしょこちらコーヒーベースカオンズ店はスペシャルティーコーヒー専門店で自家焙煎しているお店になります。上にあるコーヒー豆はまだ焙煎していない状態で、下にある豆は焙煎したものになります。こちらのコーヒー豆も販売しておりまして 100g 入っております。通信販売も行っており、ご注文いただいてから焙煎するそうですよ。この機械は珍しい焙煎機らしく、値段は約500万ぐらいをするそうです。すごいですね。この回っているものはコーヒー豆の周りにある薄い皮を焙煎しながら取ったものだそうですよ。では実際焙煎しているところをご覧ください。この機械で焙煎するのですが、焙煎する時間が決まっており、実際5分以上はかかっていました。だんだん白い状態から色が変わっていきます。こじんまりとしたお店になりますので、基本的にテイクアウトするお店かなと感じました。椅子は 2,3 脚ありましたよ。だんだん色が変わってきましたね。オフィス街にあるお店なので、仕事をされている方が休憩時間に買いに来る方も多いそうですよ。さっきより色が濃くなってきましたね。まだ焙煎していない時は香りはあまりしなかったんですけど、今だんだんと焙煎してきてから香りがするようになってきました。いい香り。あともう少しで出来上がりですね。出来上がるとこのようになります。出来上がりました。こちらがメニュー表になります。今回インスタでも人気のかわいいボトルに入っているボトルドリンクカフェオレ&コーヒーゼリーを注文しました。この表は浅いのから深い味の豆が書いてあるそうです。実際に作ってるところをご覧ください。なかなか目の前で作ってくれるお店は少ないですよね。待ち時間も退屈になりませんよ。どのように入れているのかじっくり見れるので勉強になります。店員さんが今出しているボトルに今回コーヒーを入れるみたいですね。このお湯を入れてる時とてもいい香りしましたよ。はあ、早くコーヒーが飲みたいな。一
つ一つ置いてあるものがおしゃれすぎるし、周りの壁とかもとても店内がおしゃれすぎるので、どこで写真撮っても映えるような写真が撮れますよ。あともう少し注いでいきます。出来上がったみたいですね。次はこのボトルにコーヒーを入れていきます。下の固まっているものはコーヒーゼリーになります。先ほど作ったコーヒーをボトルに入れていきます。店員さんの手際がすごいいいですね。このボトルを注文したお客さんが結構若い人が多かったですね。女性も男性も同じぐらい多かったです。だんだん完成に近づいていますね。今入れてるコーヒーを入れ終わったら、次はミルクを入れていきます。ミルクを入れた瞬間、2層に変わりますよ。綺麗に2層に分かれてますね。ボトルも可愛いし、写真は映えますね。完成しました。こちら出来上がりましたら、店員さんが袋に入れて渡してくれます。まず最初は2層になっている上のカフェオレを飲みます。その後にコーヒーゼリーを混ぜて一緒に飲むみたいですよ。カフェオレには砂糖が入っていなく、コーヒーゼリーには砂糖が入っているみたいです。では実際に飲んでいきたいと思います。ではまず最初に上のカフェオレを飲んでいきたいと思います。家で飲んでいるカフェオレと比べると、全く雑味もない、とても飲みやすいカフェオレでした。これぐらい混ぜたらいいんかな。はい、ぐちゃぐちゃ。では飲みます。甘い。これでも甘さ足りない人はシロップとか中に入れてもいいそうなので、私はこのままで全然いけますけど、甘党の方はちょっとまだ苦いかなって思います。バナナジュースもめちゃくちゃ人気みたいなので、こちらもいただきました。エスプレッソをかけるのですが、豆が紅茶のようで華やかな香りがするそうです。楽しみー。バナナ丸々1本を使っているそうですよ。贅沢ですね。ではエスプレッソをかけていきます。あー美味しそう。一口目はかき混ぜずに飲むそうなので、飲んでみた感想なのですが、本当にコーヒー豆ですかと驚きました。フルーツのようなキャラメルのような、バナナが苦手な人でもめちゃくちゃ飲みやすいです。次は混ぜて飲んでみたのですが、また違う商品と思わせるほど大人なドリンクに変わりました。一
口目を飲んだ時はスイーツ感覚だったのですが、混ぜるとエスプレッソの苦味とバナナの甘みがちょうどよく、また飲みたくなるような味でした。皆さんぜひ飲んでみてください。これはおすすめします。京都の烏丸にあるコーヒーベース館本堂です。スペシャリティコーヒーを自家焙煎してて、結構浅いのから深いのまであるので、お気に入りのコーヒーを見つけていただけると思います。ぜひお近くに来た際にはお越しください。この度はシーナ列車にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次回は2軒目、京都河原町にある人気スイーツ店をご紹介いたします。 Don't forget to like the video. Subscribe to my channel. Thank you for watching.